こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。エンドエベレスト前に行きそうです。フライトファルコン、それに続いています。さらにはサンシャインユニーク、7番ジョンズコール、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはジョンズコール、その隣にフライトファルコン、その横にソルフレンド、すぐ後ろにグリークロンドン、その隣にエンドエベレスト、前のトップガン。いい位置です。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはジョンズコール、その隣にフライトファルコン、その横にソロフレンド、すぐ後ろにグリークロンドン。好位置をキープしています。前のトップガン、内からはエンドエベレスト、赤の帽子、ローブボタン、その後ろ。すぐ隣にサンシャインユニーク、ファイティングミサイル、そのうちに続いています。その後ろにストップザブランド、その外からブリリアントアヘッド、すぐ後ろにシャイニングパサー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、2番フライトファルコン、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として2番フライトファルコン、ソロフレンド、ほとんど差がありません。3番手に前のトップガン、絶好の手応え、前のトップガン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はソロフレンド、フライトファルコン続いています。その隣からはサンシャインユニーク。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は前のトップガン、残り 200m、 一気に後続がやってきた。前のトップガン差を広げる。2番手はファイティングミサイル、前のトップガン今ゴールイン。段違いの強さです。前のトップガン1着、2着はファイティングミサイル。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。前のトップガン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはサンセットガリバー。綺麗なスタートを切りました。ファビラスラフイン、前に行きそうです。サンセットガリバー、それに続いています。さらにはキャッスルマンボ、5番ゲイリータイム、その後ろ。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。それでは先頭からザシンガー、先手を取りました。これに続くのがマッチレスエデン、白の帽子、サーガベリー、その後ろ。その外からバーボンアムール、その後ろにグレートエイコーン、ファンシーコンダクト、そのうちに続いています。その外にキャッスルマンボ、スカーレットプライズ、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として4番ザシンガー。ここで先頭が入れ替わりました。フローレンススピリット、ザシンガー2番手に控えました。フローレンススピリット先頭、差はほとんどない。2番手はザシンガー、追いすがる。さあファビラスラフイン一気に来た。フローレンススピリットいっぱいになった。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はファビラスラフイン、ファビラスラフイン先頭、2番手はバーボンガムール、あと 200m、 ファビラスラフイン先頭だ。ファビラスラフイン先頭、2番手はバーボンガムール、ファビラスラフインもう一伸び。先頭はファビラスラフイン1着でゴールイン。ファビラスラフイン1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ファビラスラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。パープルディード前に行きそうです。デリシオそれに続いています。さらにはアシュカラニ、12番アライドフォーシズ、その後ろ各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。デリシオ先手を取りました。アライドフォーシズそれに続いています。その隣にアシュカラニ、好位置をキープしています。ダンスインザダーク、すぐ後ろにスピニングワールド、その隣にメルシーシルキー、すぐ後ろにマーベラスイグリッド、その外からリンドイーグル。さあ先頭は依然として1番エリシオ、2番手はパープルディード、アシュカラニ、3番手ダンスインザダーク、これはいい位置につけています。エリシオ先頭、差はほとんどありません。2番手はパープルディード、追いすがる。エリシオ頑張る。エリシオ先頭、1馬身から2馬身のリード、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。エリシオ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はスピニングワールド、あと 200m。 エリシオ先頭だ。エリシオ粘る。スピニングワールド迫る。一気にスピニングワールド、エリシオ1着、2着にはどうやらスピニングワールド、勝ったのはエリシオ、見事な勝利です。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。ボディーガード前に行きそうです。続いて無事の真剣王、その外にエイシンバーリー、白の帽子レーズボックス、その後ろ、その外にノーブルデライト、フレストシンボリ、そのうちに続いています。青の帽子 AP ジェット、その後ろリコーペガサス、後ろからになりました。並んで14番シャンクシー、その外からハートレイク、その隣にオギティファニー、オーケーキを通過していきます。さあ先頭はプレストシンボリ、プレストシンボリ後続を引き離す。ノーブルデライト、ほとんど差がありません。間を挟んで藤野真剣王、3番手プレストシンボリ先頭、差はほとんどない。2番手はノーブルデライト、追いすがる。さあリコーペガサス一気に来た。藤野真剣王頑張る。残り 200m、 プレストシンボリ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にリコーペガサス、リコーペガサス、リコーペガサス、1着、2着にはどうやらエイシンバーリー、これが G1 馬だ。リコーペガサス、
東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に対冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の怪奇ジュリエット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サマーライツ4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。マジックスタイル前に行きそうです。これに続くのがリバーガール、カワチトリビュート、後位をキープ、その外に怪奇ジュリエット、IOU、 そのうちに続いています。その外にヤマニンパラダイス、並んで10番サマーライツ、コンサートサマンサ、この馬もこのグループ、その隣にトップサンキスト、その外に桜キャンドル、赤の帽子、ライデンリーダー、その後ろすぐ隣にセイウメール、その横にジャングルアンデス、その外にユーキビバーチェ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ14番マジックスタイル、まだ粘っています。怪奇ジュリエット、ほとんど差がありません。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ、先頭はカワチトリビュート、カワチトリビュート先頭、2番手はヤマニンパラダイス、懸命に追いすがります。やはりカワチトリビュート先頭だ、カワチトリビュート先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はヤマニンパラダイス、カワチトリビュート先頭だ、カワチトリビュート1着、カワチトリビュート完勝、カワチトリビュート1着、2着はアグネスパレード、これが世界の実力だ、カワチトリビュート